皆さんこんにちは、小林道場教室塾長の小林です。中橋です。はい、今日のテーマなんですけれども、私立大学医学部超超超難科説ということで、はい、今年の倍率であるとか難易度をちょっと見ていこうということでございますが、うん、何ですか、超難科説ですらなくて超超超難科説、まあ、去年激難科説っていう一言でやったんですけど、はい、大体もうタイトルがインフレしだしてるんだよ。まあ、でも、うん、去年、まあ、難科したよっていう話をしたんですよ。ただそれよりもさらにやっぱ今年厳しかったよねっていう話があったので、はい、ちょっとその点についてお話しさせていただきたいと思います。なるほど。ちなみにその要因とか背景は後で出てくる感じ？そうですね。あ、OK です。はい、後ほどお話ししていこうと思います。はい、じゃあとにかくまず数字を見ようと。はい、はい、なのでまずちょっと倍率、今の時点で倍率というか、その何て言うんだろう、出願者数が増えたよというお話について見ていきたいと思います。こちらになっておりますと、はい、いうことでして、5000人弱、そうですね、5000人弱増えましたトータルで。まあ、これちなみに全大学出ているわけじゃなくて、今の時点で情報を公開している大学のみピックアップさせていただいております。そうですね、まあ、全部やったらね、はい、31大学あります。そうですね、はい、はい。ただ、うん、これなんでそのなんか倍率増えてる大学が結構ちょこちょこあるよね。そうですね。っていうか、まあ、減ってる大学は3つしかなくて、はい、てかやばいぐらい増えてる大学がいくつもあるっていう状況かなと思います。40とかやばいよね。そうですね、58が18があるんですよ。やばいですね、一番やばいところとして。なので、まあ、ちょっとこのあたりなんで増えてるのかっていう話も含めてちょっとお話をしていこうかなと思います。で、まあ、話しやすいのでちょっともう全部取り扱ってもしょうがないんで、まあ、めちゃくちゃ増えてるところだけちょっと一回見ていきましょう。はい、それがこちらになっておりますと。はい、増えてます。いう感じでございます。これはもう増えてる順に並べてますね。うん、はい。で、こちらなんですけれども、まず、まあもちろん大前提として全体的に増えた理由っていうところからお話をしていくと、まあやはり、まあ浪人を避けたいという意欲がすごく強い受験生が今年に関しては多いんだろうなと。そうね。いうことがもちろん一つの理由としては挙げられます。来年の共通テスト受けたくないって気持ちはわかりますもんね。そうですね。その気持ちはめちゃくちゃわかります。はい。なので、やっぱり今私立を、まあ、少し幅広く受けておこう。とか、まあ、国公立でも私立を少し受けておこうとか、まあ、そういう考え方になった方は多いんじゃないかなと。でも別にこのラインナップ見て、だから国公立との併願がめちゃくちゃ多い大学だけが並んでるっていう感じではないですよね。そうですね、うん、多分どっちかというと、あれ、これ言っちゃっていいんですか？はい、はい、多分日程の問題でしょう。まあ、そうですね、うん、日程の問題っていうのが少し大きくて、まあ、愛知とか独協に関しては、まあ、日程的な、まあ、ところがまあ大きいのかなっていうのは個人的な意見ではありますね、もちろん。うん、うん、まあ、そこが戻っただけっていう感覚です。まあ、去年実は下げてたんですよね、この2大学に関しては。うん、で、去年はまあ同じ状態の同じ時期にお話ししたのだと、まあ、確か愛知と独協と久留米かな、久留米北里、まあ、この辺りが確か下げてたんじゃないかなというふうに思うんですが、まあ、その中でも特に下げて愛知独協は戻してきたっていう感じに近いです。うん、ただ、まあ、そこで言うと、まあ、聖マリとか近畿とかどうなんだっていうところで言うと、特に近畿とかに関しては、まあ、やっぱり数学がね少し簡単になったというか、まあ、全体の共通の問題になったとかっていうところは、うん、一つ要素としては大きかったのかなっていう感じでした。はい。まあ、で、産業医とかはね、方式が変更して共通テスト受けなくても受けられるようになったとかっていうところがあるので、ちょっともしかしたらそういう要素があるかもしれないです。で、あとね、実際、まあ、もちろんね、全部の大学の難易度が肌感覚で、もう今年の難易度はこれですってのは、今の時点で分かってるかっていうと、そうではない、もちろんない部分ってのがある。ですが、ただね、一つ言えることとして、なんか、独協とかは明確にやっぱ去年難しかったですね。うん。明らかに、まあ、受験生の層とかを見ても、あ、このレベルで落ちるのかとか、このレベルで、まあ、補欠なのかとか、ちょっとそういうことが非常に多かったっていうことがありました。なので、まあ、やっぱりその私立医学部独特のこういうことが起こるというか、まあ、やっぱり、まあ、レベルが高い大学が全部、まあ、全部が全部難しい大学っていうことになってくるので、まあ、人が集まるとどうしても難しくなってしまうっていうことは、まあ、特に私立の医学部の場合はやっぱ発生しやすいかなっていうところは感じさせられましたね。まあ、特にね、いわゆる、文系私立大学の受験みたいに、うん、なんかいっぱい来たからその分蹴られそうだから合格もいっぱいばらまいとこみたいな、まあ、ばらまくって言い方は悪いけどね、うん、ティッシュないじゃないですか。そうですね、一旦補欠みたいな感じにしますので、そうそうそう、なかなか正規合格がね。そうですね、うん、特にあと私立の医学部の場合っていうのは、まあ、現実的に考えた時にもちろん明確な難易度差のある大学であれば別なんですが、そうではない、そこそこ同じくらいのレベルで学費も同じくらいだよねってなると、最初に合格したところに行きやすいみたいな要素も、まあ、あってきたりするところがあって、うん、でそうすると、まあ、独協とかも正規合格出しておくと、まあ、結構来てくれたりをするんですよね、うん、意外とね、正規合格出した子が。なので、まあ、ちょっとそういったところでも、意外とやっぱり、まあ、その倍率が上がったことがそのまま難易度に反映されやすいという側面はあるのかなっていう気はしていますね。うん、なるほどね。はい。
で逆にちょっと下げた大学に関しても触れておこうかなと思っていて、うん、東海福岡北里、まあ、この3校のみなんですよ現時点で出ている大学でいうと、はい、うん、で、まあ、東海と福岡は全く同じ理由です、はい、で東海の1日目と福岡に関しては、昨年この2校自体は同じ日程だったんです、うん、で、ここにね本当は日医がいたんですよ去年、はいはいはい、なんですけど今年は日医がいなくなった代わりに埼玉医と昭和が入っていた、うん、でまあ校内はどうなるか分かるでしょうという話で、まあ、ね、まあ、日医の影響ってのはほぼないっていうふうに考えてよかったと思うんですよね。そうだね、ちょっと層が違うからね。そうで、まあ、もしかすると昭和は、まあ、そんなにかもしれないけれども、うん、ただじゃあ日医とどっちが昭和の方がかぶってますかって言ったら昭和の方は絶対かぶってますよねっていうことと、ね、埼玉医はもろかぶりでしょ、まあ、しっかりかぶりでしょというところで、はい、まあ、地域も一緒だしね。そうそう、そういう要素はやっぱり比較的大きかったのかなっていうところではありますね、うん、そうね、はい、でですね、唯一順元というか、まあ、順当に減ったという大学でいうと北里だけかなっていう感じですね、うん、はい、はい、で去年もね倍率自体は結構下がっていたような印象ではあるんですけど、倍率というか出願者数自体は減っていたような印象ではあるんですが、うん、まあ、ただ総合的な難易度でいうと、まあ、去年ちょっと上がったぐらいだったのかなっていうのが肌感覚としてはあったんですよね、うん、肌感覚というか、まあ、実際データを見ていて、まあ、今年去年一昨年と去年で比べると、まあ、去年の方が少し難しかったかなっていうことがあって、で、まあ、そういったところから考えると、まあ、減っても不思議ではない状況だった。ただ、まあ、他のを考えると他がこんだけ増えてるんで、まあ、増えると思ってたんですけど、うんうんうん、まあ、意外や意外っていうところもあったかなっていうところでありますね。そうですね、うん、うん、はい、で、あと、まあ、データが出てない大学に関しても少し触れておくと、まあ、これらの大学はデータが出てない私立の医学部っていうことになります、はい、で、まあ、ざっとですね、まあ、どんな感じになりそうかっていうところで言うと、こんな感じにこれからもなりそうかなっていうところではあるのかなと思って、はい、もちろんね全部が全部当たるわけじゃないし外れるところもあると思います、はい、はい、で、まあ、増えそうなところで言うと、まあ、簡易とかはねやっぱまあ増えるんじゃないかなと思いますし、まあ、岩手にも国学と被ってはいるし国学増えてはいるんですけど、うん、まあ、別に国学と岩手って、まあ、そんなにそもそも受験者数被らないんじゃないかなっていうところもあるので、ね、まあ、全体増えるんじゃないかなっていうところは予想してます。でやっぱりある程度難しいところの方が、まあ、国公立の併願で視野に入りやすいっていうところで考えると、うんうん、まあ、順天、慈恵、東方、日医あたりっていうのは、まあ、特に大きな問題がなければ、まあ、順当に増えるんじゃないかなという予想を今の時点ではしています。そうです ね、はい、なんか東方増えそうな気がします。そうですね、まあ、ちょっといろいろ条件加味すると、まあ、やっぱ国福も増えていますしデータが出ている中でいうと、うん、まあ、東医も増えてるっていうところを考えると、まあ、この辺が増えないっていうのはちょっと論理としてはあまり考えづらいかなっていうふうには思っています。まあ、特に日程的な問題もなさそうなんでね、はい、で、まあ、横ばいぐらいか、まあ、もうちょっと増えるかなぐらいが大体この辺りかなっていうところで、はいはいはい、まあ、昭和なんかは先ほど言ったような形で問題が、まあ、問題っていうかその日程的なところでね、まあ、めちゃくちゃ増えるっていう感じは他の大学と比べるとしないかなっていうぐらいな感じ、うん、まあ、ちょっとデータ見てみてですね。そうですね、なので、まあ、増えなくても不思議じゃないぐらいな感じかもしれないですね、うん、まあ、で大あたりもちょっと日程的なところ、まあ、他のところも、まあ、うん、まあ、提供とかはなんか、まあ、北里がね減ってたんで、うん、増えるってもいいかなとも思いつつ、うん、まあ、同じ日程のところがあるので、うん、まあ、ただなんかそもそもこのあたりが入試の休みになっちゃってたりするのかなというか、まあ、スポットなんか、まあ、ちょっとこの辺で一回休止するかみたいな、この後ね結構連続するんですよ、だいぶ。そうだね、うん、だからまあもしかすると、うん、そんなにこの時期に増やそうってなってないのかなっていう、はい、その北里が減ったってことは実際にじゃあ提供に行ったっていうことじゃなくて、まあ、この辺ちょっと休んでそれ以降に合わせようみたいな感じだったのかなっていうちょっと予想実はしてて、ね、なのでまあそんなに増えてないんじゃないかなみたいな感じで思ったっていうところですね。で、まあ、埼玉はさっき言った理由です。結局福岡と東海とか打ってて、あの2校が減ってて、じゃあ埼玉だけ増えてるってことはまあないだろうなというような予想かなっていうところですね。ちょっと見てみてかな。はい。で次にですね、ちょっと共通テスト理由入試も見ていきたいと思うんですが、はいはいはい、こちらとなっておりますという形でございます、はい、データとしては。うん、で、これ、まあ、去年から見ると横ばいですよね、はっきり言うと、ほぼほぼ。まあ、そうですね。うん、まあ、1% 増、まあ、85人、まあ、今ね、これもデータが出てるところだけなんですけど、85人増ということになっているというところではあるんですが、まあ、これね、増えてないんじゃなくて、もう僕はね、正直減ると思ってたんです、はっきり言うと。うん、で、なんでかっていうと、一昨年から去年があまりにも増えたんですよ。うん。うん、まあ、それこそ 20% ぐらい増えましたという状態で、なんなら今年の一般入試よりも増えてたっていうのが去年の共通テスト利用の入試でしたよというところでした。なのでさすがに減るだろうなと思ってたら、まあ横ばいだったので、で一般入試も増えて、一般のまあ筆記の方の入試も増えてますっていうことを考えると、やっぱり
相当今年は私立の医学部厳しそうだなっていうのは一応倍率から僕としては感じてるというところですね。そうですね、やっぱり浪人したくないという気持ちが強いんでしょうね、はい、そうですね、うん、まあ、やっぱりまあ基本的にはまああのもう全体的な理由としてはやっぱりそこが大きいと思います。あのさすがに医学部人気と言ってもじゃあこんだけ増えるかって言われるとさすがにじゃないかなっていう気はしてて、うん、まあ去年来年もね、まあ、同じ状況が続いたらちょっと申し訳ないなと思いつつも、そうですね、さすがに一般入試に関しては来年はもうちょっと落ち着くんじゃないかなという気はしてますけどね、うん、まあ同じくですね、うん、まあ、僕らも別に煽りたくて YouTube やってるわけじゃないんで、そう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 、まあ、ちょっと逆に言うと今医学部志望で勉強してる子たちがこういうデータだけ見て、うん、なんかもう諦めた方がいいんじゃないかとか無理なんじゃないかとはちょっと思い詰めないでほしいですね。もちろん、ね、あのそもそも勉強してないというのは別ですけど、うん、そうあの頑張ってるけどこんなになんかね何十パーも上がってもう私が行きたい大学無理じゃんみたいな風にはちょっとね思わないでほしいなというふうには思いますね。そうですね、はい、まあ、もちろんね今年こんだけ増えると浪人しなきゃいけない人っていうのはやっぱ増えてくる可能性っていうのはもちろんあるわけなんですけど、まあ、とはいえさすがに今年みたいにみんながこんなにいっぱい出すってことは起こらないのかなっていうことと、まあ、もしかするとね補欠の周りが普段よりちょっと良くなったりとかっていうことは可能性としてあるかなと思いますけどね、はいはい、最後に、ね、1個だけ言っておきたいことがあって、はい、でもねやっぱ油断しないでほしいという点で僕ね申し上げたいのは、うん、こんだけねいろいろねやっぱりこう経済的に厳しいとかね、うん、なんかこうね実体経済は上がってないけど株価がとか言われるじゃないですか、うん、と言いつですよ川崎と女子増えてますからね。いや増えてるんですよ、はい、そうもちろんちょっとですけどね、うんうん、ただあんだけねネットで叩かれてどうのこうの言われて、ね、受ける人なんているのかとか言われた女子がですよ 4.5% 増えてるんですからね。そうそうそう、やっぱり医学部のこの受験って本当にこうリアルというか、うんうん、そう綺麗事、まあ綺麗事は別に女子が悪いわけじゃない、悪いっていうかその学生さんがね悪いわけじゃなくてね、うん、その単純なニュースとかその綺麗事だけでは語れない受験のリアルがあるので、うん、やっぱりねそういう部分に関してはやっぱりこうちゃんとね、まあ、専門家と相談しながら受験校を決めてほしいなと感じますね。はい、はい、まあ、そんな感じでね、今日のところは以上ですが、まあ、ぜひね、まあ、来年もしくは再来年もしくはそれ以降医学部受験されたいという方はね、キャスト SM メディカルのコースでね指導させていただいておりますので、概要欄もしくはコメント欄からホームページをご覧いただいてぜひねお問い合わせください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。